じゃあやっていきましょう。今見たらこの軍勢が1万以上なんで、確か、しかも岡崎取りやすい城じゃなかった気がするんで、一回帰らせます。で、作戦としてですよ、作戦として、今ここのどこだっけ、ここのこれなんて言うんだ、岩略地、岩略地でいいんですか、そこに今築城させてます。もうこのお任せください。あれですよ、兄貴の正幸さんを使ってね、もうすぐにでも築城してほしいから、うん、106日で、はい、やってもらってますよ。もうここをくさびとしてね、やってもらうしかない、本当に。なのでひとまずこの多分信豊だけここに置けば多分来ないと思うんで、何もなければね。なので帰らせます、他の部隊は。やべ、なんか2回もやってるわ、同じこと、動揺している。で、こっちももう帰らせます。怖すぎる、ちょっと待ってくれすげえ考えたんですけどね。はい。で、まあ工場はまあ絶対来ないんで、まあ、そんな感じでやっていきましょう。さあ、来んなよ、オーダー、マジで。本当に来ない。よしよしよし、ほらほらほら。ほら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 。出陣するぞ。あ、ほら、なんか来たぞ、ほら。ほら、来たぞ、こいつ。こいつが。来るか？来ても多分こっちの方が強いぞ。あ、戻った戻った戻った。あ、よかったよかったよかった。よかったよかった。家康はあれか、普通にそうなっただけか。うん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 。いやー、マジで怖すぎる。ちょっと待ってくれよ、もう頑張って作ってるから。あー、来んなよ、頼むから。来なさそうですね。あー、いや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 、は？これなんか色がなんかついたよね、これ。まあ、もしかして。は？お前。お前ビビッ。お前、織田と同盟したのか？お前、織田と同盟したのか、マジかよ。かぁ。ちょっとみ、あれだわ。幻滅したわ、お前には。まあでも、まあまあ、でも、後期といえば後期ですよね。はい。後期といえば後期です。この間に徳川を滅ぼしましょう。まあ一応そのサプライズということで、すぐ破棄はしませんけど、なんだっけ、織田との同盟をすぐ破棄、ね、一応、当主の考え方によるところなんで、私がやったわけではないんでね、私がやった場合はもう自動的にこれがなるので、はい。マジか。ここに作った俺は何だったんだ、マジで。ちょっと待ってくれよ。でもここには、ここには置きますよ。あー、大熊さんが。ご命令を、先月の週日です。報告いたします。ここに置かないと多分この徳川がね、来て潰そうとするんで、それはここに置いときますけど。マジかよ。マジで？あと5ヶ月ってこと？じゃあいいや、もう5ヶ月以内に徳川滅ぼしますわ、もう。もうそれでいいっすね。はい。じゃあまたもう一回、内政してきますので、少々お待ちください。マジかー。はい、じゃあやっていきましょう。まあこの舞台はもう帰るでしょうという話ですね。はい。さあ、
やっていきますか。すげえびっくりしたわ。マジで。心臓バクバクもんだったからな。一回退却した方がいいかなと思ってね、ここら辺の舞台早く、勝頼にあげて、勲功というか、発言力だけもらってね、そういうことまで考えてたんですけど、まあそうであれば、もうやるしかないですね。じゃあもう出しましょう、ここの舞台。帰ってきたんだよね。あ、で、一条さんもね、いるんでね、今。一条さんも一緒に出しますと。もう、ガチ攻めですよ。我が戦、ガチ攻め。岡崎攻めですよ。よし。さて、あとはまだ大学の付けは書いてきてないですね。うん。さあ、そんな感じで、やっていきましょう。この舞台も出させるじゃん。ああ、米がないな、もう。は？は？米が一切ないみたいなこと？どういうことよ。私が米取ったからかな。マジで？さあ、あなた方は帰ってください。あなた方は。さてさて。大学の助も帰ってきてください、早く。さあ、こちらも帰ってきますのでと。さて。お！かなりの舞台が仲間になるんじゃないか。酒井、本田。これ本田正純ってあれじゃない？おお、本田、あれですよ。正信ですよね。正信の息子ですよ。かなり政治は優秀だと。どんな感じ？ほほほほほほほ。もう、ホンダぐらいか、強いのは。うん。あとの舞台は、仲間にはならんと。いいです。どうせ滅ぼすんで。めちゃめちゃ13人にもなったけど。さあ、誰か一緒にじゃついていきます？あなたたち。誰か一緒に。表裏卑怯を持っているから、こっちの攻撃力を上げる部隊とかが必要かな。それか挑発でもいいですし、挑発にしときましょうか。挑発の人にしましょうか。うん、この人にしましょうか。全然ね、もう戦法以外で考えてない。さあ、行くぞ。さあ、岡崎城にレッツゴーと。さあ、こちらの舞台も帰ってくると。さあ、よし。さあ、がっつり行きますよと。跡部さん以外で。跡部さん以外でというのがね、出るぞ。面白いところですけど。跡部さん以外で行きますよ。これさ、この部隊がいると攻撃できないのかな。そしたらもう暗証城とか狙っちゃうんだけどね。まあ分からないので、ひとまず、はい、ひとまずそのままにしておきましょうか。はい、まあまた次のターンで、ね、進んじゃうと思うんで。さあ、徐々に作ってくれている。この兵糧がなくなるぐらいに多分ね、作り終えると思うんで。さてさて、西名さんも来てますよ。さてさて、
ご命令ください。先月の収支です。よし、じゃあまた内政だけしていきますね。びっくりしたわ本当に。うわー、逆に上杉が狙われている。うわー、その未来はちょっとあんまりよろしくない。マジで？マジで？マジっすか。上杉が狙われてるのはよろしくないな。ここで戦ってくれよ、しっかり。あー、微妙か。微妙ですね。なんとも言えんな。うん。じゃあまた内政していきますので、はい、少々お待ちください。はい、じゃあやっていきましょう。徳川を滅ぼす戦い。あー、もうここさっき見たんですけどね、ついに上杉が織田にやられると、そういう未来が待っている。それはそれでかなり厳しいということですね。はい、まあしょうがないんで、もう我々はやるしかなりません。はい、で岡崎城におそらく行っても多分ダメなんですよ。多分攻められない。うん、同盟部隊がいると確か攻められないんで、こっちからね、こういう風な形で安庄城を攻めましょう。うん、こちら側もですね、この横から安庄城を攻めますという形ですね。で、仁科さんは一番強いので、一番奥の刈谷城を行っていただきましょう。こんな感じかな、私にできることは。今安庄城、うん、刈谷城ですね。はい、なんか提案でなんかやったっけ俺。あ、まあいいや、なんかやったんだろうな俺。何やったんだっけ提案。あ、そうだ、駿府城をもらったんですよ。ついに駿府城をもらいました。ここを、あ、全然投資とかしてねえじゃんかよ。ふざけんな、たたらばらがあるだけかい。あんまりいい場所じゃなかったな。いや、こう軍港があるんで、結構兵数がね、整えられる場所があるんですけど、うわー、そうでもいい場所じゃなかったな。まあいいや。はい、じゃあやっていきます。徳川をいじめる戦い。はい、やっていきましょう。さあ、まあ徳川をいじめると言ってもね、まあ大してすることはまあないといえばないんですが、ここに3人しかいないのか。今岡崎に35人もいるのか。あー、徳姫もいる。全部欲しいですね。もう欲しいというか、まあ武田関係以外のものは切ってしまいたいっていう気もあるんですけど、一応徳川はね、あの武田のね、まあ由来の武将を結構やってたりもしたので、ムカつきますが、まあ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 という感じですね。さてさて、さあ行っちゃってください。さてさて、舞台は出てこないのかな。遅れるな、出陣します。あー、なんか出てきたな。こいつは誰だ。石川か。あー、これさっき邪魔しに来ようとしてたやつだな、多分永井さん。うんうんうん、こっちが刈谷城。あ、そうですね、そう、こんな感じですね。はい、さあやっていきましょう。もうすぐ立つ？ああ、もうすぐ立ちそうですね。
ああなんか里見がお命令ください。亡くなった。報告いたします。先月の収支です。先月の収支です。はい、じゃあまた内省してちょっとだけやっていきましょう。あもう今回これで終わりでいいかな。ただすぐこの舞台をやりたいんですよ。すぐ修復とかねしたいので、吉田城にねすぐ舞台を持ってきたいかなと、思いますので、吉田城からすぐにここに入れるようにねしていきたいかなと思っておりますので、そういう武将はいるかな。そういう武将はまあ前田玄意はいいとして、前田玄意はいいとしても、本田とかいなかったっけ。本田いましたよね。本田正純がいたな、確か。ここに正純がいたような気がする。正純がいましたね。本田正純を入れましょう。あとは誰入れようかな。3人ぐらい入れたいんですよね。あとは誰がいいかなと。あとは誰がいいですか。同盟しているのであれば、木曽福島の人もいらないかな。木曽福島の人結構あれなんですよ。結構強いんですよ。政治力とかね。だって他、あ、こいつ入れようか、じゃあ。69あるから。もうこいつとか言ってるけどね。こいつ入れましょう。で、あとは、あとはこの、小笠原さんを、しかも城代にしときましょう。城代にしときましょう。あれどこ行った。城代に、なんか今してないよね。しときましょうと。その代わりここになんかすごいいらない武将でも入れときましょうか。微妙なね、微妙な、あ、利官持ちの人がいる。安倍さんをここに入れましょうか。まあそんな形で、あと内政はね、他はちょっと、はい、おいおいやっていくと思いますので、はい。またこの続き、興味ありましたら、チャンネル登録などしてですね、次回の配信連絡お待ちください。あと何ヶ月？あと3ヶ月。あと3ヶ月。北条は2ヶ月と。はい、わかりました。じゃあ、なるべく徳川をやっつけていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではでは、またねー。